アローラー。今日のポケ問題もポピュラーがですよ。友達がいないわけじゃないからね。今日の問題はこちら。このポケモンは何のポケモンでしょうか。正解は動画の最後で。アローラリーグチャンピオンリーグ、前回ついに四天王全員討伐することができました。今回でもしかしたら最終回かもしれません。ぜひ皆様、私の応援よろしくお願いいたします。ついにチャンピオンとバトルになるんでしょうか。四天王すべてを倒しました。実況を始めて4ヶ月間このサンムーンの実況に専念してきた私、ついにこのアローラリーグのチャンピオンへと向かいます。果たして戦うのは誰なのか。このアローラリーグはまずチャンピオンがいない。初代のチャンピオンは今別の大会で頑張っているから今回は不参加のはずなんですが、そして誰が登場するのか。あれ、いない。ん、誰がチャンピオンなの。ちょ、え、いや、座っちゃダメでしょ。何座っとんねんって思う。ああ、これ空気に怒られる。お前何座ってんだよって。突き落とされるで。これは君がポケモンリーグチャンピオンだぜ。なわけがねえだろうが。何やっと。素晴らしい冗談、ありがとう。と言いたいところだが、実はもう一人戦わなくてはならない。え？来てるの？そのトレーは、もちろんこの僕だぜ。は？島巡りの鳥を飾り、新しいリーグの門出を祝うのにふさわしいポケモン勝負をしよう。白い歯綺麗ね。テッククイート？さあ、ポケモンリーグ、アローナリーグ、チャンピオンリーグ始まりました。バーサスククイです。結婚指輪を見せつけてきます。さあ、出してきたのはルガルガン、真昼の姿でしたでしょうか。さあ、出してきたのは風のルギアレベル100、ルガルガンはレベル57です。これに勝てばポプラついにアローナチャンピオンとなります。決まった。ルガリア戦闘符のルギアの勝ち。一匹目はルギアの勝利です。形式も素晴らしい。そして2体目は球根のレベル56です。アローラの姿の球根です。ヤンマキラーマウンテン周辺にしか住まないと言われている球根。ルギア言うこと聞きません。そして自分にダメージ与えました。神秘の周り、神秘のベールに包まれています。さあ、神秘のベールに包まれている間、ポプラ何かを行うようです。さあ、ポプラ、ディフェンダーというものを使いました。防御がかかりました。神秘のベールで技を与えても効果を与えられないことを、目論んだのようでしょうか。吹雪でダメージ受けます。効果抜群です。エアロブラストしかしは急行に当たりません。さあ、ルギアシナプリしています。吹雪です。しかし、ルギアはこちらもかわしました。ルギア言うこと聞きません。残りたる98です。ほら、こちらでマートの薬を使いました。体力、マックスに戻します。さあ、9巻、神秘の守り。マジカルシャインです。右はなかなか、9巻にダメージを与えることができない。セルギアも、同じく9巻の技を避け続けます。アローラリーグはチャンピオン戦が戦っております。チャンピオンリーグ、果たして勝つのはどちらでしょうか。さあ、僕が当たりました。決まった。キューコン戦闘区のリーギアの勝ち。ジガルでレベル上がります。さあ、続いてはジバコイルです。レベル56です。ゲンジ派で麻痺しましたが直しました。再び麻痺になってしまいました。10万ボルト。電気も苦手なようです。最高気熱。公開マストティーズが半分以上削りました。
ミラーコート、決まった、ユギアが倒れてしまいました。さあ、このポケ、アローラリーグでついにルギアが倒れてしまいました。次のポケモンは誰になるんでしょうか？ガオガエンだよ！果たしてガオガエン、戦力になるんでしょうか？ジバガコイルとはレベルが5の差もあります。ジーマンボルト、タイド、ポペラ本気を出すようです。我のために、ジェットパワーを、パワーをガオガエンに送ります。勝つ、ハワイパーダーククラッシャー、決まったー、ジバコイル戦闘部のガオガエン、大きく経験値を入れてもらいます。レベルが上がりました。さあ、続いて出したのはカビゴンだ、レベル56。さあ、残り3体です。果たしてポピュラーは勝つことができるのか。ガオガエン暴れる、2割削りました。のしかかり、ガオガエン戦闘不能、カビゴンの勝ち。カビゴンの体力には耐えられないようです。さあ、続いて出したのはルナーラです。レベル57、先日ゲットしたばかりのルナーラ。さあ、果たしてポピュラーは何の技を出すんでしょうか。ポピュラーはアイテムを使うようです。ルギアに元気の塊を使いました。噛み砕く、ルナーが大きくダメージを受けます。効果抜群でした。雷、ほとんど削れません。またルナーラ戦闘不能、勝つことができなかったようです。さあ、再び登場ルギア、レベル100です。体力満タンで登場。果たしてカビゴにどう技を出してくるのか。ルギア言うこと聞きません。下がレベル100のルギア、効果抜群の技を受けてもダメージほとんどきません。噛み砕く、最高鬼滅、しかし倒せない。くくい、回復の薬です。さあ、バトル始まって6分が経過しました。暴風当たりません。暴風、しかし倒せません。6割削りました。さあ、最高記念室、決まった。ルギアはハートを出してます。カビゴン戦闘不能、ルギアの勝ち。さあ、ククイはモーグルです。レベル56、ククイのエースポケモンが登場です。ルギアを知らんぷり、追い風です。ルギアにとっては向かい風、ブレイブバード。モーグルはハンドによるダメージを受けました。暴風ですが効きません。さあ、暴風、決まった、モーグル戦闘区のルギアの勝ち。ククイのエースポケモンが倒れました。最後出したのはアシレーヌ、レベル58です。さあ、今までのバトルで最も高いレベル58が出てきました。さあ、ポピュラーは続いて何の技を出すんでしょうか。さあ、ポピュラー PB8 でエアロブラストをマックスにしました。エアロブラストは PP0 になっていました。そして、ウカゼもやみました。エアロブラスト削れない、体力残してます。さあ、まもなく決着がつきそうです。ルギアとアシレーヌ、果たして勝つのはどちらでしょうか。ククイ、回復の薬。ルギアは言うこと聞かない。これに勝てば、アローラ征服です。エアロブラスト !8 まで削りました。残り体力、76です。回復の薬、2回目です。ルギアは知らんぷりです。ルギアは昼寝。さあ、ぬくり体力31です。満タンの薬。体力満タンになりました。ムーフォース。アシレーヌ耐えてます。むにゃむにゃと眠るルギア。さあ、まだ眠っています。ムーンフォースで確実に体力を減らしてきています。エナブルスト半分削りました。しかし、威力が落ちているようです。特攻が下がっているため威力が下がっています。
アシレーナが若干優勢でしょうか。エアノブラスト、残り体力はわずかだ。特攻がさらに下がります。ここはジェット、ほとんどダメージを受けません。エアノブラスト決まった。ハートを出します。アシレーヌ戦闘区のルギアの勝ち。決まった。アローナリーグチャンピオンリーグはポピュラの勝利です。全力を尽くしても勝てず、だが清々しい気持ちだぜ。賞金もいただきます。激しいバトルの末優勝したのはポピュラです。第2回アローラポケモンリーグ優勝はポピュラ。素晴らしい。以前僕は言った、その時ベストの技を選べるポケモンとトレーナーのコンビが繰り出す技が最強だと。まさにその通りだった。誰もが認めるチャンピオンの誕生さ。ポクラニだけのてっぺんで言っただろ。アローラ地方のポケモンもトレーナーもみんな最高だからね。世界に知ってほしい。それが僕の夢なんだ。今まさに夢が叶った。ポピュラ、ルギア、君たちのおかげだぜ。ルギア以外にも頑張ってくれた子たちはいっぱいいるんだ。夢の場所で君たちと戦えて本当に良かったぜ。ではアローラのポケモンリーグ初代チャンピオン、え、初代じゃないはず、二代目です言い間違えないで。ポプーラと親愛あるポプーラたちパートナーたちを永遠に記録しよう。この騎士家がついに来た。あー、殿堂入りしたんだね。初代チャンピオンおめでとう。初代ではないんだだから初代はね、今頑張ってる子がいるでしょ。最近なんか2位になった子がいるじゃん。ガオガエン、チガルデ、ワンチャン、ウナアラ、さあ今までで最も少ない手持ち数で無事優勝いたしました。アローラチャンピオンおめでとう。ありがとうございます。もしかしたらやられるんじゃないかっていう不安もありましたが、なんとかかんとかでギリギリで勝つことができました。でも最後までルギアが言うことを聞いてくれないとは思ってなかった。ぶっちゃけだって4つ目の島のクリアした時点で言うこと聞いてくれるって想定ゲーム実況してたんですが、全然そんなことなくて焦りましたもっとサクサククリアすると思ったのになぁとか思ってたんですが、嬉しい。本当にありがとうございました。皆様の応援のおかげでここまでクリアすることができたんだけど、いつまでぐるぐるしてんのありがとう。これで物語終わりですか。見事殿堂入りですな。太陽と月のように険しい照らされる関係、君の島巡りにおいてそのような出会いがあり成長なされたようですな。なお手柄これからポケモンできたよね。うん、マジで好き。あ、だからこそポケモンのパズルの力合わせ成長を得たのよ。全然言うこと聞いてなかったし、眠くなったのって言ったし、だから夢よりも難しい。みんなあなたを目指す、あなたのあなたを目指す、その辺私を目指してみんな目指すのよ。本当に支えなさいよ。あわらで初めてのポケモンに入れたんけ、太陽と月も見てもらもうちょっとかっこちゃんとかっこしてくれるのか。さあ、ポペラ、飛ぶ前でメルズメルズだぜ。いい感じの次は、もちろんゲームしたけど。ほんと、またやるのね。久しぶりのリリータウンだ。今回珍しく一回も故郷に帰ってなかったもんね。珍しいかな。ハウ、あれハウは結局どうなったんだっけ。そう、優勝したの。あ、みんな、イリマさんもいるじゃん。イニマさんはコロナの影響で帰れない感じかな。どうぞ優勝したのみんなありがとうね。あら、二人とも仲良く、これからもよろしく、よろしくじゃない仲良く過ごしてね。あ、まんまずっと顔出してなくてごめんね。この島はノーマスクだから快適だよね。誰も見てないのになんかめっちゃ頑張ってんじゃん。あ、いい。リレーだけめっちゃ出番多かったね。では、アローラポケモンリーグチャンピオン、その誕生を祝ってみんなでとことんまで楽しみますぞ。やったー。みんな祝え祝え、私も祝え。うわー、もうちょっと観客呼んでよ。
ひえかけのそれ誰も見てないかな。あ、素直じゃないな。まあまあ、ユーリが一瞬投下してたぞ。あら、ダンサーさんも呼んで。いいじゃん、いいじゃん。腹が一番目立つよな。どんなダンサーよりも腹だな。私も黄色のハッピー買おっかな。こら！やめて、たたりが起こる。やめて。私、そういう心霊系のあれは全くないのに。あんちゃん、元気だな。バイバーイ。あ、花火まで上がってる。嬉しい。ちょっと低くない？もうちょっと高く上げないと危険なやつだよ。花火打ち上げるってことは落ちてくるものがあるんだから。OK だね。みんなも楽しそう。ポプラさん、チャンピオン、おめでとうございます。ありがとう。それにしてもすごいです。こんなにたくさんの皆さんがポプラさんをお祝いするために集まってくださったんですね。そうだよ、私みんなから慕われてんの。大人も子供もポケモンさんもみんなとても楽しそう。私、いろいろありましたが、アローラに来てよかったです。ポプーラさんと出会えて、うん、一緒に旅もできて、本当によかったです。それだけ？ポプーラさん、お祭りはまだまだ続くようですし、こっそり抜け出して、あらあら、抜け出したの？ちょっと、ホテルはあるの？ここに。遺跡原さんに教えていただきました。釣り橋が修復されたと。あ、そうなんだ。確かあの時壊れたもんね。気にもしてなかったわ。カップコケコさん待ってると思うのです。え、島巡りを終えたポプーラさんの訪れを。そんな、え、まだ終わらないってこと？懐かしいな、4ヶ月前ここ行ったんだもんね。言われてみれば。ポケモンイラストクイズ、正解はこちら。正解はでした。いやー、ポプラさん上手ですね。